人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道、こんにちは、みちろです。今回はゴールデンウィーク特別企画ということで、多分ですね、家におられる方も多いと思うので、この期間を使ってですね、がっつりと投資のことを学んでいきたいなと思ってます。今回ですね、ゲストの方に来ていただいてるんですけども、以前からですね、僕のところに長期投資の、質問だったりっていうのをたくさんいただいてるんですけども、今回は、それについてですね、がっつりと僕もちょっと学ばせてもらう形でお話をですね、聞いていきたいなと思っています。で、今回来ていただいたのは、よしみさんという方で、長期投資のもうプロということで、もうがっつりですね、これまで長期投資をされてきて本当に経験豊富なので、いろいろとですね、今回、聞かせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よしみです、はい、よろしくお願いします。で、今回の動画を見ていただくことで、長期投資とは何か、なんでこれからの時代長期投資が必要なのか、具体的にどういうことをやっていったらいいのかですね、そういった必須知識がもう分かるようになってますので、ぜひですね、最後まで見ていただけたらと思います。では早速、ひみさんにいろいろお話を聞いていきたいなと思うんですけども、ズバリ長期投資とは何か、そして、長期投資をしていく上で必要なことは一体何かということを、もう直球の質問なんですけども、そういう質問をたくさんいただいているので、ぜひですね、ゼロからでも分かるように、普段は割とこうトレードをされている方が多いということなんですね。そうなんですよ。なるほど。僕自身の経験がやっぱりですね、ずっと短期トレーダーだったっていうこともあって、2006年から僕トレーダーやってるんですけど、すごいですね、もうその頃から長期投資やってれば、やってたらねだいぶ変わってたと思うんですけど、いかんせんですね、トレーダー人生の大半がもう短期売買で、長くても1ヶ月とかなんですよね。それでもだいぶ長いなっていう感覚で、最初は1日200回ぐらいの売買をやるみたいな、もう本当に超スキャルピングみたいなとこから入って、スキャルピングですね、もう剥ぎ取っていくみたいな利益剥ぎ取っていくみたいなスタイルでずっとやってて、ただちょっとね、それが苦しくなってきた時期があったんですね。ちょっと精神的に持たないなみたいな、ですよね、だいぶ疲弊してきまして、そこからもうちょっと長いスパンでやろうというとこから、2週間1ヶ月ぐらいのポジションをホールドしていくみたいな、それはまだ投資とは厳密には言えないんですけど、投機の方ですよね。で、そっちのスタイルに移行していって今に至るっていう形で、本当のガチの長期投資に関しては僕自身もまだ全然未経験なところがあるので、もうぜひ、もう長期投資といえば吉見さんみたいな、僕の中で ありがとうございます、あるので、いろいろちょっと学ばせてもらえたらなということで、ぜひお願いします。長期投資の一番大事な心構えっていうのは何になるんですか？心構えですね、まず心構えとしては、今もう皆さんインターネットを開いてもらったら、いわゆる投資に関わる情報いっぱいこうありますよね。そうですね。で、まずはそれに左右されないっていうことですかね。見ていただいている方に言うのもなんですけど、そういう情報にとらわれないということなんですね。で、基本的に、今日長期投資をメインにお話ししていくとすると、今世の中にある情報のほとんどが、いわゆるトレード、売って買って売って買ってっていうことを繰り返すっていうのが投資だというようなニュアンスがなんとなくなんですけど、もう皆さんそれが投資だよっていうふうに多分思っておられると思うんですよね。で、投資というのは本来その間特に何もしてなくてもお金が入ってた、増えてたっていうのが投資なんですよね。でもトレードっていうのは、僕が感じているのは職業トレーダーというようなイメージなので、それを仕事としてやる方は全然僕は否定はしないんですが、やっぱり長期って不動産投資なんかもよく言われますよね、買っとけばそんなに手間暇、かからなずに家賃が入ってくる、で、これが一つの投資という概念として、捉えていただくといいかなというふうに思うんですね。なるほど。だからその大事な心構えとしては、まず買ったら、しばらく何もしなくてもお金が生んでくれる、お金がお金を生んでくれるんだということを実感することがすごく大事かなと、なるほど、こう思いますね。どうしてもですね、その例えばトレードとかも典型的にそうなんですけど、
こう日頃のやっぱ値動きに意識を向けなきゃいけないじゃないですか。そうですね、うん、やっぱりじゃあ今週の動きはこうで、じゃあここから来週はこうなんのかなとか、日々そのチャートとにらめっこしながら、うんうんうん、そこにこう神経を使っていくっていう、だから本当おっしゃる通り職業だと僕も思っていて、 そこにそれ相応のエネルギー時間労力をかけていかないと、うん、なかなかそのリターンにならない、うん、でもこれはやっぱ弊害があるなと思って、それを得ようと思うと結局自分の人生の何かを犠牲にしなきゃいけないとなっちゃうところが、ね、うん、これがジレンマなんですよね、はい、うん、だからそう今おっしゃった流れで言うと、うん、日頃多分お仕事されてる方が多分多いと思うんですよね、はいはい、でお仕事されてる中でじゃあ投資だって言って、うん、わざわざ帰ったり、うん、ね、まあ、違う場所でまたパソコンなりスマホの画面を見ながら売り買いをするということは、自分が何かしないとお金が生まないっていう現実がもうそこにあるわけですよね、はい、ということはこれは投資ではなくて、まあ、稼いでるということになるから、はい、ここを稼ぐというところから投資というものは一旦外して、増える増やすっていうここの、まあ、ちょっと手放しができるよう、うん、ここに多分至るのが大事だと思うんですよね。なるほど、うん、ちなみにさっきなんか投資に関する情報になるべく振り回されないっておっしゃってたんですけど、うんうん、それでちなみにどういうあの情報になるんですかね、その一般的に出回っているものとして気をつけた方がいいというか。そうですね、うん、まあ、それで言うと、まあ、僕はよくこのバイアスという言葉を使ってるんですけど、はい、うん、私たちって子どもの頃から知らず知らずのうちにいろんなバイアスの中で生きてるんですね、うんうん、でそれはバイアスという言葉はまたあの皆さん、ね、お勉強のために一回調べてもらったらいいと思うんですが、でも知らずと私たちの生活の中にそうだろうと思っていること自体がまあバイアスなんですね。だから例えば、まあ、日本の義務教育と言われたらもう、ね、義務なんで仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、学校に行くことが当たり前だというのも、まあ、一つのバイアスといえばバイアスになっちゃうわけですよ。僕も思ってました。そうですよね、はい、行かなきゃいけないと思ってました。で、はい、でまあまあ、私たちの世代は特にですけど、しっかり勉強していい成績を、ね、出して、でいい学校に進学して、でさらにいい会社に入るということが一つのもうこれバイアスというかね、一つのもうなんかセオリーみたいになっていて、でそこから外れると人間失格みたいな、なんかそんな時代背景がずっと日本にはあったわけですよね。でこれがまあ一番分かりやすい多分バイアスかなというところですよね。だから例えば僕も14年前に会社を自分で起業しようとして独立するときに、会社をサラリーマンをやってるときに、皆さんは絶対に言うことが独立なんかしても危ないよって言うんですよね。これもすでにその世界をやっぱ知らないから、外の世界は怖いというふうに思ってしまっている、はい、まあ、こういったところがやっぱりまず要注意なんですよ。そこにまず疑問を持つってことが大事だと思うんですね、うんうん、例えば金融商品の話でいくと、保険、社会人になったら保険に入らないといけないよって、うん、言われましたよね。はいはいはい、言われました。なんで保険に入らないといけないのっていう、うん、ここがわからないのに、うん、みんな入ってるからっていうことで入っていく、まあ、こういうことが一つの気をつけていかないといけない、まあ、本当に一つ一つなのかなっていう感じですね、うん、なるほど。僕も今思い出したんですけど、親にすごい言われましたね、あの保険入ってるのみたいな、社会人になってからすごい言われたのと、うん、そのトレーダーっていう職業を選んだときに、本当にあなた大丈夫なのそれみたいな、うん、しょっちゅう聞かれたのめっちゃ覚えてますね。うん、同じですよ。僕もサラリーマンを辞めるときに親から、うん、やめなさい、そんなことはやめなさいって言われて、うん、でうちの両親あの両方とも公務員だったんですよ。あ、じゃあ余計にもうそんなの、はいはいはい、もう起業するなんてみたいな、なりましたね。ちなみにじゃあそのバイアスっていうもの、その僕らが当たり前だと思い込んでるものと、うん、じゃあ実際にそのお金を、まあ、稼ぐだったり投資をするっていうところって どういうふうにそのつながっちゃってるんですかね。なんかどういうふうなこう僕らこうバイアスでこうお金を稼ごうと思っちゃってるのかっていうところ、まあ、それで言うと、うん、まずそのお金という、まあ、私たち勉強を日頃からやっぱりしてきてないので、うん、はい、これに対してはまず勉強不足ということが前提にまずあるわけなんですね、うん、はい、うん、でそうすると何が起こるかというと、うん、突然パーンってお金が儲かるよみたいな話が入ってくると、うん、それがそうなんだと、うん、もう稼げるものなんだっていうふうに、まず情報源が少ない、うん、情報量も少ないですね、はい、なので
それがあたかも正しいかのように思ってしまうんですね、はい、でもそれがそれに飛びつくことがいけないことではなくって、うん、それを飛びついた後にちゃんと吟味していく、あ、うんうん、これすごい大事なことかなっていう感じですね、はいはい、なんか今の話でいうと例えば僕らが子どもの頃からなんか刷り込まれてきた当たり前みたいなのがあって、うん、でそこから外れることがやっぱちょっと怖いじゃないですか、うんですねうん、年金とかもそうだし保険とかもそうだと思うんですけど、うん、その不安とか怖さを煽るような形の押し方というか、うん、っていうのが結構当たり前になってるかなって、うん そのトレードでもやっぱ、うん、僕の YouTube 見ていただいてる方とかいろんな質問くださる方もいるんですけどやっぱすごい感じるのは根底にその将来の不安っていうのは結構感じるんですよね、うんうん、そうですね、でその不安って何なのかなみたいな将来のお金大丈夫かな貯金大丈夫かなとか、うんうん、このままじゃあ会社員で、ずっと10年20年後も続けられてるのかなみたいな、うん、漠然とした不安があるからじゃあ今のうちにトレードで稼げるようになろうとか、うん、クビになっても大丈夫のようにしとこうみたいな、うん、なんかそういうのがあるなっていうのはすごい感じるんですけど、清水さんどう思われますかね、まあこの日本の、うんビジネスのマーケティングの根底が結構そこなんですよ、うん、今おっしゃった不安をベースにマーケティングをするところが非常に多いんですね、はい、ですから私たちがその、ね、若い頃保険のセールスレディと言われる方が会社にやってきて、うんうんうんはいね、まず当たり前のように将来の不安を、うん、並べるわけですよなるほどなるほどもしあなたの身に何かが起こったら、うんでも冷静になってみるとね、はい、今なら言うんですけど、はい、一人もんだしなっていうところなんですよでもそれがもうすでにもう分からなくなっちゃって、ね、本来そこの不安も言われるし、ね、冷静さも失うしというまずここがありますよね、なんか病気になったらとかもなんか、うん、じゃあこの病気になったらこの病気になったらっていろいろあるじゃないですか、うん、保険入る理由もそうじゃないですか、万が一なったらどうしようみたいな、うん、でも今なってない状態で、うん、そうなったらどうしようって考えたら不安しか絶対出てこないなと思うんですよ ねそこはでもねすごくこれ数字で言うと面白いんですけど、うんうん、例えば医療保険ってあるじゃないですか、はい、あれを何年間か払い込むとすると、うん、だいたい250万から300万ぐらいその保険料を払うんですよ、うん、医療保険というものだけにね、うんはい、じゃあその医療保険払ったものから回収するっていう頭を使ったらどれだけの病気にならないといけないのかってもうがんやって脳梗塞やって心筋梗塞やってもまだ帰ってこないみたいなっていうことに冷静になれば実はそこって見れるんですけど、皆さん不安が先に立ってるから出してればこの不安が解消できるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうんです。だからそこがすごい難しいなと思ってて、トレードもやっぱ不安からやるとうまくいかないっていうのが本当にもうこれって鉄則というか、だからよくじゃあ余裕資金でやりましょうとか、自分が全然そのドキドキしない金額から始めましょうって言うんですけど、それがなかなか難しい。でこれがやっぱり悪化していくと、うん、例えば仕事されている方は仕事中にそれが気になって気になってしょうがなくなって本来の本業に手がつかなくなって結局両方ダメになっちゃったりとか、家庭に影響が出てきたりとか人間関係に影響を及ぼしたりとか精神的にちょっと参っちゃったりとか、いろんなところでそういう弊害が出てきてしまうんですよね、うんうん、